近のマイブーム。最近のマイブーム。引き続き。何何全ゴルフ。ゴルフ入ってるんだ。ああ、いいね。ゴルフやる？ちょっと一時期やってて。やったことがあるけど。やったことあるけど、今はちょっとやってない。やってない。やってない。センスがなさすぎて。あ、そういうのはもしかしたら処方箋になるかも。知れないことはある、ね、また、うん、俺をゴルフの世界にいざなって、いざなってくれる禅ですから宗教ですよね、これは。そっか、半分あ、そう多分違うメンタル的なね、そうそうそう、あ、そうだね、部分も大事だよみたいな話してるのかな。じゃあ、ちょっと竹からいきますか。そうしますか、うん、お願いします。はい、今日は禅ゴルフメンタルゲームをマスターする方というやつでゴルフってもの自体が多分あんまりピンとこないかもしれないけど、まあもちろんそのまあちっちゃいボールを打って、まあ、こんなちっちゃい穴に入れるゲームだっていうのはやっぱあるんだけど、まあ日本でいうと石川遼君とかねすごい有名だけど、で結構ちまちましたゲームなんだけど、結局何が大事かって言われてくると、やっぱプロだとみんな上手いんだって、そのボールを打つのは。でも結局最終的にその精神的に強いかどうか、例えばこの1メートルぐらいの最後穴に入るかどうかのところで入れれるかどうかで、その優勝するかどうかとか、来年も試合に出れるかどうかとか、その外したら何百万も獲得賞金が違うとか、そういう風になった時にもちゃんと同じような、日頃と同じようなことができて入れれるかどうかっていうのはかなり大事になってきてて、で結構そのメンタルが大事だよっていうのが盛んに言われてて、で結構それの面白いもんで、本自体が読んでるんだけど、まあ例えばみんなゴミ箱にゴミとか投げれると思うけど、普段何気なくやったらヒュッて入ると思うけど、例えばもしそれを外したら、そのまあ例えば100万円払いなさいとか言われたら、なんか多分入らなくなる人結構いるんじゃないかなと思うんだけど、まあそういうような状況に置かれてもどういうふうに対処すればいいかとか、まあそのメンタル的なことをどういうふうにトレーニングしていけばいいかっていうのが書かれてて、で結構禅っていうのはなんかアメリカではメジャーみたいで、その宗教チックとかそういうことではなくて、そのなんていうんだろう、スティーブ・ジョブズとかも結構有名な企業の CEO とかも結構禅とかに興味を持ってる人が多いらしくて、その新しいアイデアを出したりだとか、そのなんていうんだろう、ものを考えたりする時の方法としてこの禅を取り入れて、スティーブ・ジョブズなんかその禅の部屋とかを作って、そこで座禅を組んでなんか新しいことを考えてたりしたとか、そういう話もあるぐらい で、まあ結構、まあ、そんな堅苦しい本ではないんだけど、まあ面白いなと思ったし、本にも書いてあるんだけど、そのゴルフだけじゃなくてその日常生活においても結構大事、なんか役に立つだろうみたいなことが書いてあって、まあ確かにそうだなと思って、でまあ本自体はゴルフに書いてあるので、まあ何個かそのなんつうんだろう、面白いなと思った内容が紹介すると、そのなんか禅の世界でまず人に話を聞くときになんか茶碗を例えるらしいのね。そのなんか大抵なんか茶碗を自分のその話を聞きに来た人の器、例えば俺がマーシーに何か質問をして、多分いい音楽を教えてくれとか、そういった時にその例えば俺の器の状態をなんか4種類ぐらいに例えるらしくて、なんか一つはまあ普通のまっさらな茶碗だから、そこに水を注いでもちゃんと水が入る。でもそうじゃない人の中にはまあ穴が開いてる人、水を注いでも右から左に抜けていっちゃう人、あと器がすごい汚れてる人、マーシーがせっかく水を注いでくれたのにそれが自分のなんていうの、規制概念によってまた汚れて結局話が入らない人、それともう一つはもう最初から裏返しても全く聞く気がない人、4つに合わせるから、まあ、人にまず話を聞くときはちゃんとその茶碗をきれいな状態で表向きで置いて、それで相手に水を注いでもらって飲んで、それで美味しいかどうかを判断して、その問い、あ、なんていうの、人の話っていうのを判別しなさい。それ聞く前からどうせこいつの言う話はとか、まあ、例えば音楽でもそうだけど、ミスチルなんてとか逆にヒップホップなんてとか思うんじゃなくて、まあ、素直な心で聞いていいと思えば聞けばいいし、そうじゃなければまあ自分に合わなかったんだなっていうふうに思いなさいよっていうようなことがまず最初に書いてあって、だからまずこの本を読むときに、その本を読む前の段階で茶碗が汚れてたりしたらこの本を読んでも意味がないから、
まずはそこを整えてから本を読んでくださいみたいなことが書いてある。前書きみたいな。そう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 。まあでも確かにそうだなと、二十何年間も生きてくるとやっぱり自分なりの考えとか、その自分なりにこういう風だろうみたいなのがやっぱり知らない間についてて、音楽とかでもそうだし考えでもそうだけど、人に言われたりしてもなんか、なんていうの、ちゃんと聞かずにそれは違うだろうとか、逆にこれはダメだろうとか思うことが結構あったなと思って、だからそういうのもやっぱりそういう風になっていくと結局なんていうの、視野が狭くなってて、まあうまくいくかもしれないけど、そのなんていうんだろう、新しい知識だとか新しい考えっていうのはやっぱり生まれてこないのかなっていう風に思ったりしたのと、あと面白かったのが、まあそうだな、まあゴルフなんだけど、まあゴルフってそのキャディーさんとかいるじゃん、その助けてくれる人がいて、なんかそのこの人は、書いた人はレッスンプロで、その授業とかもしてるらしい、一般の人を招いたりして、でその時のレッスンが一番最初にやるのが、その先生がキャディー役になって、ある一人をプレイヤー役に選定して、でまあラウンドをするらしいんだけど、その生徒が打つ前になんかすごく言うんだって、そのなんか、まあ、例えば右に池があったら右の池には絶対入れないでくださいねとか、ちゃんとあなた今からしっかり打てるんですかとか、ちゃんとやれるんですかとか、なんかそういういやらしいことを言うんだって、うん、これで失敗したらどうするんですかとか、ちゃんと頑張ってくださいよみたいなことを言うんだって、うん、でそれで生徒に打たせると、まあ、大体失敗すると、まあ、サッカーとかでもそうだよね、 PK 蹴る前にちゃんと決めろよとかさ、仲間に本当の場面で言われたら、お前決めるのか本当にとか、そんなこと言われたら多分緊張して外しちゃったりだとか、まあ、スポーツとか仕事とかでもそうだと思うけど、お前この仕事絶対成功しろよとか、ちゃんとできるのかとか、そういうしつこく言われたらもう嫌だみたいな風に思うよね、それは上司とかでも。でその後にみんながそのこのようなまあキャディーとかパートナー、嫌なことを言うやつがいたらどうしますかって聞くと、まあ、大体みんな、まあ、キャディーだったらクビにするし、そんな友達だったらもう一緒にゴルフはしないって答えるんだって。でも逆にそれとそのキャディーが言っての言葉をなんか自分の頭の中で自分に対して言ったことはありませんかって聞くと、なんかみんな黙ってしまうみたいな一説があって、やっぱ自分ゴルフだけじゃなくてダメな時って俺はダメだとか、どうせうまくいかないとか思うじゃん。なんかその自分で脳の中で自分に投げかけた言葉っていうのは、その人に言われることよりも数倍自分に影響を及ぼすんだって。だからダメだと思ったらやっぱ本当ダメになっていくみたいな、極端なの。逆にポジティブに考えれば、そのやっぱり脳にも影響があるし、それが行動とか態度にも出てくるから、そのうまい、なんていうの、そのそういう風にポジティブな影響があるっていうことを禅の世界とかで言ってるみたいで、だからそういうのとかも、うん、まあ確かになと思って、なんかダメだと思ったらやっぱダメになるし、なんかうまくいく気するなって思った時はうまくいく気がするっていう、まあ誰しもなんかそういうのは経験あると思うけど、まああながちそういうのもなんていうの、まあちょっとなんか迷信とか宗教っぽいけど、まあでも実際ね、人間の脳ってすごい精密にできてるから、多分その無意識に思ったことが勝手に行動とか言動に現れることは十分あると思うし、なんかそういうのは結構実生活でも活かせるなと思って、うん、そういうのが面白いかなと思って、まああとはゴルフやったことない人は分かんないかもしれないけど、やっぱ失敗するとイライラするじゃんね、そのなんかバーって空振りしたらもうみたいな感じで、ちょっとなんかプロとかでもたまにあるじゃん、なんか怒ってクラブを叩きつけたりだとか、ちょっとクソみたいなことを言ったりだとか、でなんかその人はやっぱりそういうのが一番良くないっていうことを言ってて、やっぱその失敗した時にその人の本当のなんて言うんだろう、余裕だとか、そのダメな時こそ本当の姿だとかが出てしまうから、その失敗した時こそむしろ人に見られてると思って、その時のなんて言うの、自分の姿っていうのをなんて言うんだろうな、みんなに見られてると思ってちゃんとすれば、人間はなんか他の人も自分も含めて絶対みんなは失敗する、人間は失敗するってことは分かってるわけだから、その失敗したことを隠そうとするんじゃなくて、とか失敗したことを言い訳するんじゃなくて、その失敗したことを受け入れて、それでもなんていうの、平然と振る舞う姿を見てみんなはその人のことを評価するから、そういうところを気をつけなさいよみたいなことをゴルフでも言ってて、まあ確かにそれはそうだなと思わせることが結構いっぱいあって、まあそんな感じで、まあ面白い本だなと思って、
ゴルフという入りだけど、ゴルフの話じゃない部分というか、ね、実生活、うん、結構禅の本もいっぱい出てるもんで、なんかそういう本が禅っていうのは、その日本のものかな、それもよくわかんないけど、なんなん中国とかああいう方なのかな、なんかチベットとか、チベットの僧侶の人とか有名でね、結構なんか、うーん、なんか俺もその本当の深いところはわかんないけど、仏教とかそういうのだから発祥がどこになるんだろうね、う日本ではないもんね、仏教の発祥は。そうですね、まあまあ、日本生まれっていうのはなさそうか、うん、あね、だからまあ本当に宗教というよりはそのメンタル、心のなんていうの、コントロール、いかに自分をコントロールするかっていう方法みたいな感じで。器の話はやっぱり面白いね。そう、そういうのもちょくちょく例え話とかも出てくるし、まあ、確かにやっぱり上司なんていうの、仕事場でもやっぱり失敗した時にすごい言い訳したりだとか、逆ギレしてくる人っていうのはやっぱりね、やっぱりなかなかね、人望も出てこなかったりだとか、周りからもちょっともうってなったりするなっていうのを思って、自分も気をつけなきゃなとか思うし、まあ、逆にそこでスマートに振る舞える人っていうのはやっぱりすごいなっていうふうに思う人が多いし、うんね、大乗仏教の一派で南インドの出身の方が中国に入って教えを伝えて成立したと。で、日本には、鎌倉時代に伝えられ、室町時代に幕府の庇護の下で発展したと。で、明治以降維新、明治維新以降は日本の禅が世界に伝えられたと。なんか禅っていうとなんか宗教っぽいイメージがすごいあるんだけど、まあ、それとはまた別で、まあそのうん、そういう、 なんていうの、方法論というか、こう自分をコントロールする、そういう意味合いも結構あるなと思って、俺も最初ちょっと宗教チックなのかなと思ってあれだったけど、読んでみたら結構面白いなと思って。うん、確かにあるわね。なんか、まあ、この人が言う話は大体間違ってんだろうなみたいなので入っちゃったりとかっていうね。そうだよね、うん、やっぱり長く生きれば生きるほどそういう風になってきて、で結局成功し、これは別の本で読んだんだけど、成功し収めた人ほどそういう傾向が強くなるんだって。その俺が正しかったから、俺は全部正しいから成功できたんだっていう風に人間ってなっていくらしいんだって。でもよくよく一個一個ピックしてみると、確かにその人は成功、これをやったから成功したっていうものは確かにあるはずなんだけど、逆にこんなことやったのによく成功したなっていうものもたくさんある。でもみんなそれも全部含めて、俺はこれをやったから成功したっていうふうに思い込んでるから、分かりやすい例で言うと、そのなんていうの、部下にめちゃめちゃ厳しくして、俺は成功したから俺は部下に対してはもうなんていうの、暴力も振るうしとか、まあ、例えばそういう人がいたりするよね。でも別にそれはむしろ暴力を振るったにもかかわらず、その部下がついてきてくれたっていう表現の方が本来は正しいんだよっていう。でもそれをなかなか成功した人は、暴力を、まあ、その部下に厳しくしたから俺は成功したんだっていうふうに思ってしまうことがあるから、だからなんていうの、その人間の意識を変えるっていうのは難しいんだけど、なるべくそういうふうにならないように常に客観的に物事を捉えるようにすると、やっぱりどんどん成長していけるっていうか、そういうのは大事だよみたいなことは、違う本もなんか書いてあったよね。そうだね、なんか結構その日々の振る舞いっていうのも意外と大事なんじゃないかなとか思ったりとか、その小さいところから結構変わっていっちゃうこともあるのかなとか、しかも大人になってから変わると誰も注意してくれないから、多分自分で気づくしかないから、そこは難しいなと思ったり。さっきあのこうなんかスマートに対応できる人がっていう話があったけど、うん、今結構忙しいと結構もうなんだろう、話しかけられたりするとあのもうそのイメージ、あんま全然スマートにっていうか、うん、できなくて、ああ、うん、そう時代だ、ね、だから、うん、なんだろう、どうしたらね、まあ確かに、ね、大変な時は誰でもあるから、うん、常には無理だと思うけど、うん、まあなるべくそういう風にしていくといいんじゃないかとか、うん、まあ余裕があるときは、まあ後からフォローしたりだとか、そういう風にうまいことしていけば一番いいよねみたいな、うん、まあ俺の上司の人とか言ってたけど、結局因果応報っていうのは結構その人あると思うみたいなこと言って、うん、やっぱ他人に厳しくしてれば自分も厳しくされるし、
逆に他人に優しくしてれば周りは優しくしてくれる、はい、だから自分のしてほしいことをその周りに もしてあげるっていうのがいいんじゃないのみたいなこと。なんか別に普段リュウさんが優しければちょっと多少そういう時にね思っても、あ、まあ忙しい、逆にあ今本当に忙しいんだなっていうふうに思うじゃん、その普段はと違うから。まあなんかちょっと重たい話になっちゃって、まあっていうかまあなんかそういうなんつうの、うん、まあそういうことも考えてもういいのかなとか最近思ったりして、特に俺もなんか将来的に本当にここを継ぐんだったら一応なんか誰かを雇ってやらなきゃいけないから、うん、するわけだよね。まあ一応ね、そういうの全然自分ができる気しないから、なんか多少はそういうなんていうのことも考えつつやっていかなきゃいけないなとか思ったりしてね。確かにそう、なかなか大人になると注意してくれる人もいないし、そう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 っていうのはすごいなんか、うん、だったら、うん、どんどん凝り固まってきちゃうよね。そう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 、でましては自分がどんどんこうちょっと出世したりとか、うん、そうそうそう、階級上がっていけば、ああこれが認められて上行ったんだとか、そうそうそう、今のやり方がいいんだとかっていう思っちゃって、うん、こう自己否定を せずにっていうのはなんかちょっと思った、うん、気をつけないとなってすぐなんか思ったね今、うん、